万太郎は箱の中に入るのか。はい、ありがとうございます。サーシーブーです。スリミ連合のアミーボについて続報があったので見ていきましょう。11月17日金曜日に発売するスリミ連合のアミーボをスプラトゥーン3で読み込んでサポーターになってもらうと特別なギアをプレゼントしてくれるぞ。これまでのスプラトゥーンシリーズのアミーボ同様、マイコーデを覚えてくれるほか、ツーショット写真を撮ることができるので、ぜひご活用いただきたい。というわけで、ギアの詳細が判明しました。今回のギアは、スリミ連合なりきりセットです。ウツホは頭が仮面、服はウツホの衣装に加えて、右手にリストバンドもついています。ウツホの頭についてるシュシュみたいなやつですね。靴はウツホと同じく、つま先なしの靴下です。フーカは頭が仮面、服はフーカの衣装。靴は厚底でヒールも入っている下駄です。ヒール入りのギアは珍しく、ちゃんとイカちゃんの身長が伸びますので、周りよりも背伸びしたい方はおすすめです。万太郎は頭が仮面、服と靴は万太郎デザインのものになっています。忍者っぽい格好でいいです。で、気になる万太郎が箱に入れるか問題ですが、スプラトゥーンのアミーボの中では最大のサイズで、なんなら風花とウツホの2倍ぐらいの大きさがあります。入るわけがないです。呼び出してみると、やはり適正サイズではなかったようで、ギリギリ中に収まっていますが、呼び出すたびに頭をぶつけてしまいます。かわいそうですので、呼び出しすぎには注意しましょう。また、本日からハロウィンギアとプレートが配信されています。ホーム画面のゲームニュースからスプラ3を起動すると、ロビー端末から受け取ることができますので、予備祭期間中も仮装して遊びましょう。アミーボの発売日は11月17日金曜日ですので、欲しい方は概要欄とコメント欄のリンクから商品覗いてみてください。それでは今回はこの辺で締めたいと思います。続きをお求めの方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。だなもう、それではまた、アディオス。